はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。本日はね、2月14日バレンタインデーの撮影となってます。時刻はね、今15時ぐらいですね。ちょっとサービスエリアの方寄ったんで撮影していきたいと思います。今回の動画はですね、前回の動画で、使いましたですね、床用ワックス、ちょっと開けてみますか。こっちね、よいしょ、これですね、リンレイのオール。これね、床用の、樹脂ワックスなんですけども、これをですね、タイヤワックスに使ったらどうなるんかなーっていう動画をやったんですけども、本日はその結果をね、皆さんにお伝えしたいと思います。いやー、本当にね、あったかいですよね。まあ、風は今藤枝の方にいるんですけども、風はまあまあありますけどもね、まあ、外気温で20度、ね、めっちゃあったかいですよね。まあね、仕事するには本当助かるよね、気温になってますけども、まあ、早速ね、前回の続きで結果をサクッとやっていきたいと思います。このリンレイのね、あ、リンレイですね、リンレイの、床用樹脂ワックス、こっちのね、引きずりの方は、そうですね、境目がどこだったかな、あ、ここね、境目ここですね、こことここですね、この2箇所どうすか、ツヤね。今、先週土曜日に施工したんですけども、月曜日の朝、圏央度使ったんですけども、ちょっとね、なんか雨降ってた感じで、まあまあ、地面がね、道路が濡れてて、結構ね、跳ね上がりで、まあ、ここなんかもね、そのまんまなんですけども、こうね、うわ、汚ね、エンカロなんかもね、飛び散ってて、まあ、ピチッとした感じに、汚れてますけども、タイヤとね、アルミホイルだけはね、昨日のガソリンスタンドに寄った時にサクッとね、水洗いしました。うん、なので、まあ、一度そうですね、道路で、エンカロ浴びて昨日水洗いしたという状態なんですけども、こちらがね、リンレイの床用ワックスですね、でやったものなんですけども、まだツヤ残ってるんですよね、多少ね。まあ、結果としてですね、まあ、使えるんじゃないかなということでございますね。はい、ここなんかはね、結構ツヤツヤっとしてますよね。どうですか、動画的に見えてるのかな、ちょっとわかんないですけども、結構こうツヤツヤっとしてね、まあ、反射してますよね。はい、こちらです。で、こっちがね、軸の方なんですけども、これはね、リンレイのその床用ワックス、樹脂ワックスと、新越シリコーンのオイルですね、シリコーンオイルを1対1で混ぜたもので、施工したものですね。まあ、こちらもね、ちゃんとね、境目ありますね、ここにね。でも、なんか、ツヤ感っていうのは、そんなに残ってる感じはしないんですよね。でもね、施工したっていう跡は残ってます、しっかりとね。ここも境目なんですけども。そうですね。まあ、ツヤはないですけども、まあ、ワックスかけてあるよって感じには見えますよね。はい。まあ、こんな感じでございます。はい。で、前はね、そう。ここね。ここもね、バッチリね、真っ黒です。ちょっとここ、なんかご汚れですね。汚れがついてるだけです。はい。汚ね。まあね、もう一度ね、エンカルまみれの道路を走るとね、こんな感じになっちゃいますよね、本当に。まあ結果としてですね、私の見解ですけども、まあ、床用ワックス、まあ、400、まあ、安い時に買ったやつなんで500円ぐらいだったかと思うんですけども、まあ、コスパはいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、施工性も良かったですね。伸びも良くて。新越シリコーンね、多分2リットル缶かな、あれ。2リットル缶でね、安い時に買うと2800円とか2600円とかそれぐらいやったと思うんですけども、あれだけでやるよりも、例えば、混合にするとか。まあ、私、こっちのね、この、
リンレイのオール、これ1本でね、十分なんじゃないかなというふうに、まあ思ってます。なんで、タイヤに対してどうなんかなというところなんですけども、うん、耐久性とかね、タイヤのなんちゅうか、質を落とすんじゃないかとか、そういう器具っていうものは、私は一切考えてません。はい。まあ、この裏のね、もうだいぶ消えちゃってるんですけども、まあ、ビニール系にでも使えるというふうに書いてあるんで、うん、使えない床っていうのは書いてありますけども、そうですね、石とかには使えないって書いてある。石の床とかには書いてない。漆等の特殊な床、あと石の床とか、そういう感じのものには使えないって書いてあるんですけども、そうですね、うん。まあ、あんまりね、気にするほどのことは書いてないですね。なので私はね、このちょっと変態チックなね、この床用のワックスをね、タイヤワックスとして使ってみたというね、いけるんじゃないかなというふうに確信をしております。はい。今回動画はね、サクッとね、結果だけお見せする動画となってます。うん。またね、いろんなね、こういうちょっと変態チックな、検証なんかもやっていきますんで、もし面白かったなと思ったらね、いいね、押していただいて、あとね、また見たいなと思ったら、ベルマーク、そしてチャンネル登録とね、よろしくお願いいたします。それでは、以上、BK チャンネルでした。ありがとうございます。手元、足元、皆さん気をつけて